たしました。それではこれから、セッションの D の4、ライフサイエンス分野におけるデータの共有というセッションを始めたいと思います。私はここに名前が一番上に名前がありますけれども、科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンターセンター長の高木と申します。通称我々は NBDC と呼んでおりますが、NBDC の高木でございます。で、今日はその下に3名の名前が書いてありますけれども、 NBDC から2人、それから、国立遺伝学研究所からお一人、この4名で、このセッションを構成いたします。まず最初に私の方から、簡単に10分程度で、このライフサイエンス分野のデータ共有がどういう状況になっているのかということを少しお話をして、でそれからあとの3名の話につなげていきたいと思っております。皆さんよくご存知かもしれませんけども、生命科学分野のデータ共有というのは相当古い歴史がございます。文献データに関しましては1960年代より、研究データは1970年代で、こういうような状況で、そのいわゆる DNA のデータベースに、データバンクに関しましては日米欧の3局の体制で共同でデータベースを運用してますし、タンパク質の立体構造に関しましても同じような形で日米欧の4センターで運営されていると、こういうことが1970年代80年代ぐらいから行われてきているということでございます。で、今2つのデータバンクの話をいたしましたけど、それ以外にも他のいわゆるトランスクリプトームとか、まあ、プロテオームという言い方もされますけれども、いわゆる網羅的なデータの共有の枠組みもいろいろできておりますし、また分野別目的別のデータベースも非常に活発に作られていると、こういう状況でございます。で、そういう意味でこの生命科学分野、ライフサイエンス分野ではデータ共有がそれなりに活発に行われておりまして、他の分野からも先に進んでいるというふうなご評価もいただいたりするわけでございますけれども、じゃあなぜこういうふうなことが行われているかということでございます。ここに簡単にまとめてみました。ちょっと薄い文字が恐縮ですけれども、一番上にありますように、生命科学分野ではデータそのものが重要だと。何か分かったからといって一つの数式とか法則で表せるわけではありません。データそのものをこうみんなで共有することが大事です。先ほどお聞きになったかもしれませんけど、末松理事長の話もそういう話だったと思います。それから、そういうことでデータ共有をしますと、統計解析ができるとか、いうこともございますし、広い意味での、イノベーション発見ができるというわけでございます。で、最近ではそれ以外の側面として、研究成果の、再現性だとか検証だとかいうこともありますし、それを踏まえて、研究の重複の排除とか資金の効率化、そういった類の言葉も出てきております。で、それ以外にはここに、ありますけども、大きいのはやはりその、ファンディングエージェンシーがデータ共有を進めていること、それから、出版社が、それと同じように、論文投稿時に、データベースへ登録しろと、それからデータベースセンターが整備されている、こういうような理由がございまして、データ共有がそれなりに活発に行われているものというふうに理解しております。で、こういうようなことでもうデータ共有が進んでるからいいじゃないかと思われるかもしれませんけれども、最近はこの状況が、加速しているだけではなくて、広がりも見せております。で、そこに簡単にまとめておりますけども、いわゆるその次世代ゲノムシークエンサーと呼ばれているものでデータ量が大変出てくると、それからそれ以外の先ほど申しましたプロテオームだとかメタボロームだとか、そういうデータも非常に爆発的に増えていると。で、もう一つ見逃せないのが、論文が増えている、年間100万件ぐらいのオーダー出ますし、またそれをオープンアクセスジャーナルという形でフルペーパーも割と、4、500万の論文に関して読めるということです。で、もう一つ、これもなかなか知られてないことかもしれませんけど、こういう中でデータの種類も量も増えておりますので、データベースそのものも爆発している。それを解析するツールも数千と。ゲノムのデータを解析するだけでも2000、3000のオーダーのツールがあると言われてますし、非常に多様になっているというわけでございます。で、こういう中でオーダーとしましてはペタバイトオーダーの時代になっておりますし、こういうものを背景にしてデータ駆動型サイエンスが進められるという状況になってきているわけでございます。ただこういうふうにデータが増えて種類も増えていいことばかりのように、いわゆるそのビッグデータができているわけですからいいことのように思えるんですけど、実はその目の前にビッグデータらしきものがあるんだけども、それはなかなか使えないという状況になっているということが一方でございます。
その まとめがそこにありますように、自分の専門外のデータベースを使わないといけないとか、同じようなデータベースとかツールが多すぎてどれを使っていいかわからないだとか、フォーマットや用語がバラバラであるとかですね、データそのものの生命科学のデータのそのものの本質として文脈依存性なりさまざまな問題があると。でヒトゲノムのようなものに関しましては機微情報は通常 そのオープンサイエンスの枠になじみませんので、共有と保護のバランスを取った特別な配慮が必要だと、こういうようなことがございますので、歴史も古くて、いろんなデータベースもできているんですけども、これをいざ活用しようとするとなかなかそう簡単にはいかないという状況が、特にここ10年ぐらい生まれてきているわけでございます。でそういう状況の中で、今から12年ほど前に、内閣府の総合科学技術会議を中心にいたしまして、こういう大量に出てくるデータをうまく活用し、それを、その研究に生かそうということを進めようということのプロジェクトがスタートいたしました。2006年からスタートいたしまして、そこにありますように文科省、経産省、農水、厚労と、こういうところで、連携して進めると。で目的は一番上に書いてありますように、データの共有を進め、それを公共財化し、その価値を最大化すると、こういう目的で進められてきているわけでございます。でこの4つの章で進めてまいりましたけれども、その中で一番大きくて、中心になっているのが文科省のプロジェクトでございまして、それを推進するためにそこにあります2つのセンターが2007年と2011年に、できた次第でございます。で今日はこの主に NBDC の活動を中心にお話しいたしますけれども、そこではその下に書いてあるようなデータの権利関係でありますとか、フォーマット、オントロジー等の話から始まりまして、分野別にデータを整理する、それから先ほど申しましたヒトゲノムみたいなものはきちんとうまく管理をすると、こういうような活動をしてまいりました。でこれも細かいことですので、お手元にパンフレットをお持ちの方は見ていただければと思いますが、この4つの柱で単にデータベースをサービスするだけではなくて、そのためのさまざまな、この後紹介してもらいますけども、 RDF をはじめとしたさまざまな技術開発をし、それをベースにデータベースの統合を図るというようなことをやってきておるという次第でございます。でこれがざっくりとした成果でございますけども、いろんなデータベースのカタログだとか横断検索でありますとか、権利関係フォーマットを整理したアーカイブ、それからこの後話がありますけども RDF を使ったデータベースの統合、それからヒトデータベースの開発運用、それから分野別、それからそれ以外にも、これは先ほど末松先生の話もあった AMED と協力をして、プロジェクト内での共有を活発化するというようなこと。でこれらをまとめてみますと、ちょっと小さくて恐縮ですけど、一番下にありますように、最近オープンサイエンスの分野でフェア原則ということがよくあります。ファインダブル、それからアクセシブル、インターオペラブル、それからリユーザブルと、この4つの頭文字を取ったフェア原則というのにのっとってデータを共有しましょうということをやって進められておりますけども、私どももまさにこれまで10年以上やってきたことが、この原則にのっとってやってきたという、逆に言いますと私どもがやってきた活動がこのフェア原則の中に生かされているというふうに考えております。さてこれで終わりにいたしますけども、今非常に駆け足でご紹介いたしましたけども、詳しいことはこの全部 NBDC のホームページからたどれますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。NBDC とググっていただければ先頭に出てまいります。それではこの NBDC の活動を中心にしまして、ヒトデータベースに関して NBDC の研究員の、川島が話しますし、その後は先ほど少し触れました RDF という統合化技術について畑中が紹介します。で最後に先ほど少し触れました、冒頭に触れましたけども、DNA のデータに関しましては30年40年のデータの共有の歴史がございます。でそれを担ってきたのが、国立遺伝学研究所の DDBJ センターでございまして、今そこのセンター長の有田先生にその30年のことを踏まえて、今後どういうふうにデータ共有を進めていけばいいかというお話をしていただこうというふうに思っております。じゃあよろしくお願いします。